クリオ RS220EDC トロフィーは、ルノーのモータースポーツ部門を担う、ルノースポールが開発した、4代目クリオのスポーツモデル。それまでのクリオ RS200EDC を、さらに高性能に仕立てたバージョンアップ版として、2015年のジュネーブ賞で発表された。トロフィーの名は、ルノーがサーキットでも、存分にパフォーマンスを発揮できる、格別なスポーティーモデルに与えられる特別な呼称だ。RS220EDC と、旧モデルである RS200EDC との大きな違いは2つある。まず 1.6 リッターの4気筒ターボエンジンが、タービンの変更や、給排気系のチューンナック、マッピングの変更などにより、名称通り220馬力となり、従来比 10% のパワーアップを果たしていること。レブリミットも、6500回転から6800回転へと、より高回転まで回せるようになった。最大トルクは 26.5kgfm。これは RS200 より 2.0kgfm の増強である。合わせてギアボックスの EDC にも、ソフトウェアの変更が行われ、変速スピードが最大 50% 短縮されたほか、変速パドルのストロークが 30% 小さくなった。もう一つは、シャシートロフィーと呼ばれるシリーズで、最もスポーツ性の高いセッティングが施されたシャシーが与えられたこと。サスペンションは、ダンパーやスプリングが強化され、ハイドロリックバンプストップが備わり、車高がフロントで 20mm、リアで 10mm 低くなった。ステアリングは、ギア比が 14.5 から13.2 へと早められた。この RS220EDC トロフィーは、ドイツの自動車雑誌の手により、ニュルブルクリンク北コースでタイムアタックを行い、驚異的な8分23秒をマーク。これは当時のコンパクトハッチバックのカテゴリーにおける最速タイムであった。